皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パン作り講師高橋貴子です。本日はパン作りのコツということで、パンのなぜパンが膨らむのかっていうちょっとね科学的なお話もしてみたいと思います。パンが膨らむ理由がですね、イーストが活動して、二酸化炭素を吐き出すわけなんですけども、そちらの方の炭酸ガスですね、こちらのガスをグルテン膜っていうパンの、ね、中の膜ができてます。タンパク質と水とかくっついてグルテンの、ね、膜グリアルタンパク質と水がくっつくとグルテン膜ができてきます。そのグルテン膜の中に炭酸ガスが入っていて、この膜が薄く高くこうわーっと伸びるほどそこの中にガスがボーッと溜まっていくので、それでパンが膨らむっていう形になってます。ですので、綺麗なグルテン膜、しっかりしたグルテン膜、伸びやかなグルテン膜ができているとそこにガスがいっぱい溜まって結果として大きくパンが膨らむという形になりますので、グルテン膜をしっかり作ることがボリュームのあるパンを作る一つのコツになります。